ちゃっこんにちは。さあ、はい、豊か GM、 今日はどこの GM？ オリックスの GM に。ちょっと待って、西武の GM に。そらそうやろ、うん、だって取る方でしょ、いただく方でしょ。どちらもです。だってオリックスの方は、はい、そうか、そうなんです、両方か。両方です。プロテクトがある。そうです。 GM としてオリックス側は人的でどの選手をプロテクトし、西武側はどの選手を取りに行きたいかっていう両チームの今日は GM になってもらいます。これは今ファンの方でね、こうオリックスの方が難しいのは、はい、うん、吉田正尚。ああ、これ言われてますよね。まあ、例えば、はい、メジャー挑戦するって言ってて、はい、折り合いが合わなかったら、はい、戻ってくるか。そうです。だからここを外すか外さないかな。そうなんですよ。これ一応規約に載っていて、旧球団への提示は FA 宣言選手との契約選手締結がコミッショナーから公示された日から2週間以内にこう相手に提出しなきゃいけない。でも吉田正尚選手がじゃあ2週間以内にメジャーリーグの球団と選手契約を締結する可能性が高いかというと、どうやらそんなすんなりはいかないんじゃないかと言われている。さあどうするっていう。そこはいや、プロテクトした方がいいけど、賭けですよこれ。もうね、いいけど一枠減るって言ったら27人のプロテクトになっちゃうよね。はい、まあ、そうなってくるとやっぱり一人でもこう出したくないよね、オリックスの方はね。でオリックス側としては一日でもこう森選手と契約しました、締結しましたってことを伸ばしたいという日数を稼ぐためにも、はい、ということで、さあ豊か GM はさあどうするかというのを今日は大胆予想。いや、プロテクトしましたよ。あ、しました。それはしました。それはしましたよ。しましたか、やっぱり。しました。西武ファンは欲しいなというふうに言ってましたけどね。吉田正尚でしょ、はい、いやー難しいなこれな。だからそれは裏でどんな話が行われてるか、はい、いやもうこれはもう行きますと、はい、もうここと契約しますってなるともう外すよね、プロテクト。そうですよね、まあ、決まれば。決まればね、はい、ただ、はい、万が一のことも考えて豊か GM は一応プロテクトはしなかった。え、しなかった。吉田正尚はね、しない。もう行くって。もう決まると2週間以内に、まあ決まるか決まらないかわからないけどもそうか、2週間以内か。2週間以内なんですよ。締結しましたって言ってから2週間以内なんですよ。に決まればいいんですけどね。だ森ちょっと契約はするから絶対ちょっと伸ばしてくれと、待ってくれと、ちょっと待ってくれと。それはありますからね。そ、吉田正尚もそうだし、はい、ちょっと待ってくれと、うん、で近藤選手の動向も金は払うからみたいな。金はあるから。そうですよね、ちゃんと。はい、ね、いやだからちょっと待ってくれと、こういう駆け引きがあるんだと、大人の事情がそうですよね、うん、っていうことはあるかもしれないですよ、裏で。いやいや、それはあると思うよ、うん、1枠減るのと減らないのじゃやっぱ大きな差になってくる。そうですよね。さあというわけで豊さん、こう丸をつけてる選手などいますが、はい、じゃあオリックスは誰をプロテクトして誰をプロテクトからも泣く泣く外すか。いやだから、うん、ピッチャーの方はある程度こう見ていってね、はい、で平良のところで迷ったんだよ、はい、でやっぱベテランだし、うん、しなくても西武が取らないんじゃないかなっていうね。うん、はい、それよりはやっぱりこう有望な若手を取られたくないという、はい、ようなところで、まあ、名前のあるところで平野を外した、はい、で、はい、K 鈴木も外した。ああ、うん、ムクノキとか取れないのかな、ね、1年目だから。まあまあでもその育成にね、はい、行ってる選手たちっていうのは取れないわけでしょ、はい、だからまあ K 鈴木を外してるというところだよね。じゃピッチャーで言うと目玉は平野か K 鈴木。おー、はい、じゃあ野手。野手はやっぱ大城とか、あ、内野手、はい、大城選手、山足、はい、山足選手、大下義母、はい、っていうところは外したな。あ、記事でもそれは出てましたね、はい、義母選手だったり大城選手、あと吉田亮選手も上がってたんですけどね、記事だと。そこは豊さんはプロテクトは吉田亮投手。あ、それはした、はい、で、うん、やっぱ外野で、はい、TTTTTTT はちょっと外したこれはどうして外しました。これはやっぱりさ、はい、今年もそうだけど、うん、あ
んまり出たり出なかったりあったよね。だからまあその同じようなタイプの人間が西武にはいるし、はい、松井一夫っていう監督になって、まあ、新たな野球を始めるときに T は欲しがらないんじゃないかなっていう、まあ、賭けだよね。まあそうですね、他にプロテクトしたい人間がいたから、あ、まあ、泣く泣くそうなってきますよね。そうだね、うん、だからまあそういうのところからだよね、はい、じゃあ豊さん、今プロテクトした選手をリストをここに届きましたので、じゃあ読み上げていきますか。28名ですね、はい、まずは投手、はい、山崎福也投手、はい、から宮城投手、はい、から山本投手、山岡投手、近藤投手、田島投手、比嘉投手、まあ、阿部投手、それから本田投手、山崎総一郎投手、そして吉田亮投手と、そして宇田川幸投手、はい、この投手たちはプロテクトされたした。ピッチャー12人ね、はいはい、続いてキャッチャーです、はい、若月選手、福永選手、頓宮選手、はい、この3名、はい、中川捕手は外しました。内野手、はい、足立選手、はい、西野選手、はい、宗選手、はい、野口選手、紅林選手、太田選手、中川圭太選手、はい、外野手、福田選手、はい、池田選手、北選手から佐野選手、小田選手、杉本選手で、吉田正尚選手は外したということですね。山下俊平が外れてるんですよ。山下投手外しましたか。いやどうですか、怪我してるんだよなんで嘘の情報GM 嘘の情報も留守するんですか。山下投手プロテクトしろ育成に生かしてあ、そうですね、もう何かあったら怪我で育成ダメですよ、それダメだよないやでもそれありはありなんですよね、ルール上は正しいので。もうダメだと思ったら怪我してるっていうことにして、ちょっと育成でって、それできなくはないですよね。一昨年のドラ1の山下投手を吉田正尚が帰ってくるってなると大変なことになるよねいやいや取られます、うん、絶対西武に。いやそら取られるよ、はい、そら取られるよ間違いなく取られるよ。ですよ、ね、でも行くんじゃないかと思うよ俺は。そう、行くけど2週間以内にメジャーリーグとの締結がないと、それは。いやだから森がと契約してからでしょ。そうです、だから伸ばせばいいんです、契約の日にちをどん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 。そうそうそう、はい、なんか年内の最後のところちょっと待ってくれと吉田が決まるまで待ってくれと、どうなるか。そうですよね、できなくはないですし、うん、だからまあ外すと、まあ、いやそれはもうね、うん、これはちょっと目がないなと思ったら吉田丸だよ。もちろんそうですよね、もちろんそうだ、真っ先に丸な選手ですね。そうそう、だからまあそこら辺はちょっと中ぶらりにしといたけども、はい、まあ、今後の動向がな、はい、ちょっと見ものだな。そうですね、はい、で、はい、このプロテクトされていない選手の中から、じゃあ西武は、はい、まあ、森選手が出ていきます、はい、一体どういう選手を欲しいのか、ピッチャーなのか、打てるバッターなのか、野手なのか。やっぱピッチャーいくらでもいてほしいからな。ピッチャーの中からだったら K 鈴木。そうですよねそうだな、欲しい。山下でもいいプロテクトから外してるからね、怪我してるかも。そうですよね、ピッチャーだったら。じゃあ平野投手は、まあ、平野を、例えば平野を取った時に、平野の立ち位置だけどな、これがピッチャーの中の精神的な支柱であれば、はい、取ったらでかいよね、うん、大きいですよね。で平野でもふてくされてくれるんだったら、うん、それはやっぱりチームのバランスということを考えると、はい、すごく西武はよし一つ一夜放ったぞみたいな、一矢報い、はい、まあ、そんな感じにはなると思うけど、はい、まあでも若さから言ったら K 鈴木かなとも思うけどね、うん、もしピッチャーであれば。ただ、まあ、外れてたらな。まあ、そうですね、外れてた。これ俺の予想だからね。そうなんです、ね、あくまで、も別に全然ね、だから見てる選手は気分悪いだろうなと思い、すいませんもう。そうですよね。本当に。いやいやいや。はい、で、じゃあ、まあ、森選手が出ていくということで、じゃあ野手を欲しいと。なった場合だと、西武は。まあそうだな、まあ大城。そうですね、大城選手。うん、まあ大城は、ポジション的にはどこでも守れるしね。はい、だから、まあ守りに難のある西武だから、はい、まあ、そうだな、大城かな。T
T 岡田選手はどうでしょうか。 T 岡田はね、はい、まあ、同じような三振してくれるとさ、西武打線みたいに、はい、これは松井稼頭央がやりたい野球にはなってこないと思うんだよね、うん、だから外してても多分取らないんじゃないかなという予想で、うん、T 岡田はオリックスにとってはすごく必要っていうかね、はい、兄貴分みたいな感じだから必要なんだけど、はい、西武にとってはじゃあ必要かっていうとそうでもないと思う。だから外したんだけど、はい、だからまあ大城とかかな、はい、そうですね、山足とか山足選手、はい、まあ、そういったあたりになるのかなと思うんですけど、ね、まあ、内野手っていうことになってきますよね。まあ、お互い試合巧者だからさ、はい、うん、だからなんか役に立ちそうな感じはするよ。そうですよね、はい、あとはやっぱりその近藤選手が入ってくるか入ってこないかでも、まあ、それは全然違うよな。そう、今の段階ではまだ近藤選手があの、ね、どこにも決まってない状態なので、これ西武に決まったってなると、やっぱピッチャー行きますか。西武に決まったってなると、はい、またその日本ハムに人的補償しなきゃいけない。そうか、おさオリックスから来た人間はもう行けない、行けないから、行けないの、多分できないと思うんですよ。いや、吉田正尚が決まらないって人的補償入れてなかったら日本ハムまで行くかもわかんない。すごい、またまた、ね、そういう風にルールがあるんであれば、ね、まあまあまあそうですけれどもね、うん、ってなるとそうですね、今度は西武がプロテクトを出さなきゃいけない側にもなるので、ね、難しいな今シーズンは。これはね、非常にならないと丸つけれないよ。いや、そうですね、プロテクトから外すっていうのは。そうですよね。でやっぱりプロテクトからこの選手は取らないだろうと思って取られたっていう巨人とか以前あったじゃないですか。ああいうのを見てると、まあね、結構ね、人的補償ってベテランが外れて、そうです、でベテランを取っていくケースが多いね。やっぱ、うん、即戦力じゃないけどさ、はい、まあ、経験を生かしてほしいという、はい、だから平野なんかすごくプロテクトしてなかったら持っていかれる可能性強い、ね、強いですよね、うん。あと、まあ、T 岡田選手がね、もしね、西武の構想外のような選手だったら外しててもいいですけど、まあそうね、欲しいとなってしまえば持ってきますもんね、外れてたら軽く持ってきます。そうですよね。いや、このあたり、まあ、ファンの、ね、まあでもね、もう FA の人的保障なんかいいんじゃないのかなと思う。もう金銭にしちゃうとか。だって権利で持っていくわけでしょ、はい、じゃあ何にもなくていいじゃないね。あれ、これって金銭でもできるんですか。できる、まあ、あの、取られた方が、はい、いや金銭でいいですって言えば、うんうん、金銭でいいんで、うん、西武どうするんでしょうね。まあ、近藤が入ってきたらお金かかるから金銭くれって言うかもわからない。分からんしな、はい、だからそれは分からないね。だから近藤選手にも言ってるかもしれないですよね、うん、森選手の分金銭入ってくるからそっち渡すからちょっと待ってって待てとは言わないのね。そうか、まあそうですね、あ、そのぐらいの金はあると思う。確かに、はい、まあね、でもオリックスファンもそうですし西武ファンもそうですし、まあそうだね、はい、どの選手が動くのかちょっと、だから皆さんもちょっと考えてみてほしい、ね、ぜひぜひ、はい。